梅雨の晴れ間が広がった今日の県内ですが、明日からは梅雨前線が近づき、天気は下り坂に。南予では明日の夜の初め頃から明後日午前にかけて、局地的に雷を伴った警報級の大雨となる可能性があり、注意が必要です。雨の日に気をつけたいのが交通事故。 JAF 愛媛支部が梅雨にぜひチェックをと呼びかけるのが、今ブレーキを踏みます、はい、で踏んで、はい、でバックランプ大丈夫ですかね、はい、これストップランプ OK です。車の3箇所チェック、まずは一番困るのがやっぱり視界が悪くなるっていうことですので、まずワイパー、このゴムのところなんですが、こちらにですね、亀裂とか、あと、こう反ってたりとかですね、するとやはり吹き上げ悪くなりますので、特に雨の降り始めはワイパーをスムーズに動かすために、ウォッシャー液でフロントガラスの汚れを取ると良いそうです。次にタイヤにですね、6箇所この三角のマークがあります。でこの三角の延長上にここに膨らみが内側に、溝の内側にこうありますので、接地面と平行といいますか、露出してきたらもうこのタイヤは使用限界ですよということになります。溝の内側のスリップサインが目に見えて分かるようになってきたら、タイヤがすり減っているサイン。タイヤの溝っていうのが、タイヤにこう含んだ水をですね、後ろに吐き出すっていう排水っていう機能があります。ハイドロプレーニング現象っていって、この接地面のところに水の膜ができてですね、車が本当にもう滑っているような状態になるというふうになります。こちらは時速100キロで直線を走り、急ブレーキをかけた場合に、路面が濡れた状態と乾いた状態では車が完全に停止するまでの制動距離がどう変わるのか比較した動画です。溝の深さが新品の半分以下、平均 3.1 ミリにまですり減ったタイヤの車、乾いた路面の場合制動距離は 42.6 メートル。一方雨天時、路面が濡れた状態だと 70.5 メートル、およそ28メートル制動距離が長くなりました。最後の点検ポイントは車のランプ。こちらは時速40キロで走行する車が前方の停止車両に気づいて停止できた位置を測定する実験映像です。1時間に80ミリの猛烈な雨が降る昼間、前方の停止車両が無灯火の場合と比べると、テールランプを点灯している場合の方がおよそ20メートル手前で止まることができました。周りの車から自分の車の存在を見つけてもらうためにも、この灯火類っていうのは点検していただきたいと思います。車の状態をご自分で把握するということは非常に大事だと思いますので、ぜひとも今日からですね、その車の周りを一周するっていうのをしていただきたいと思います。